はい、お疲れ様でございます。今日のね、お話はこちらでございます。ということで、ペイペイボーナス下落の原因はというお話をしてみたいと思います。今ね、この、動画をね、収録しておりますのが9月の22日水曜日のですね、朝の8時半でございます。まあ、ちょっとね、仕事前にね、今ね、動画を1本収録しているところであるんですが、実はですね、このね、2日3日ほど前からですね、私ね、まあ、ペイペイボーナス運用ずっとしてるんですが、ガクンとね、このペイペイボーナスがね、下がっちゃったんですよね。でね、これね、まあなんで下がったのかなっていうところをね、今日はね、お話ししてみたいなと思います。こちらも書いております。突然急落したペイペイボーナス運用、なぜ突然下がったのか、今日はそんなお話でございます。まずですね、まあ、ペイペイボーナス、まあ、ご存知ない方に、がいらっしゃるかもしれませんので、まあ、簡単にね、ご紹介すると、まあ、皆さんもね、利用されてる方も多いんじゃないかなと思いますが、あのペイペイですね、まあ、ペイペイでね、お支払いすると、まあ、ペイペイボーナスって言われる、まあ、いわゆるね、ポイントがもらえるかと思いますが、まあ、ポイント、次のね、お買い物の時にもね、利用することはできるんですが、まあ、お買い物で利用するではなくて、これをね、ペイペイの方に預けてですね、まあ、ポイント投資をしてもらうっていうのはですね、ペイペイボーナスでございます。まあ、ペイペイボーナス運用っていうんですかね、正式名称は。はい、でございます。まあ、そんなね、ペイペイボーナス運用なんですが、実はね、これ、コースとしてはね、こちらにも書いております。この2つのコースがございます。1つがね、まあ、スタンダードコース。そしてね、もう1つがね、チャレンジコースでございます。このスタンダードコースとチャレンジコースですね。それぞれなんですが、まあ、よくここね、赤でね、囲ってるところを見ていただくと、まあ、ペイペイの方が、まあ、闇雲にね、こう、ポイントをね、皆さんから扱ったポイントを運用するんじゃなくて、さあね、ペイペイの方はね、こういうね、まあ、運用会社をね、使っておりますということをね、これ記載されております。まあ、両方ともですね、こう見ていただくところにね、S&P500 っていうのが書いてるんですよね。これ、まあ、後ほどご紹介するんですが、アメリカのね、主要500社が集まったね、主要な株式銘柄の、まあ、いわゆるね、まあ、詰め合わせパックみたいな感じなんですが、まあ、それでね、利用されているという形でございます。スタンダードコースの方は、まあ、通常のコースですよ。S&P500 ね。まあ、この、S&P500 が上がる、下がると同時にですね、ポイントの方もですね、まあ、上がった、増えたり減ったりしますよと。そしてね、チャレンジコースの方は、まあ、名前の通りなんですが、こちらの方はですね、ハイリターン、ハイリスクでございます。まあ、このね、S&P500 にね、この 3× って書いてますよね。でここで赤線も引いております。まあね、つまりこの S&P500 のね、推移にかける3倍上下するということなんですよね。なので、まあ、リターンも、高ければリスクも高いっていうハイリスク、ハイリターンね、タイプがね、チャレンジコースでございます。まあ、私の場合ね、この、ね、チャレンジコースをね、利用しております。まあ、もともとね、どうでしょう。まあ、ポイント、ペイペイでお買い物したポイントなんでね、まあ、なくなってもいいかなと思ってですね、ずっとね、このハイリスク、ハイリターンのね、チャレンジコースをもう1年ほど前からね、進めているところでございます。まあ、ちなみになんですがね、私のね、今のね、運用状況、こちらの方に書いております。今までね、このね、ポイント投資したね、まあ、額がですね、こちら、9273円でございます。まあ、それに対してですね、3日ほど前はね、16000円ぐらいまで増えてたんですよね。それがこのね、2、3日でね、ここまでね、落ちちゃいました。まあね、1000円以上ね、ガクンと落ちちゃったんですよね。こう見ていただくと分かるんですけど、こうビーッとこうずっと伸びててガコンとね、ここ落ちてますよね。という形でね、落ちておりました。でね、まあこれなぜ落ちたのかというところをね、ご紹介する前に、まずね、このね、じゃあ S&P500、まあどういうものなのっていうところをね、ご紹介すると、まあ先ほどもね、言いました通り、アメリカの主要株式500社の株式銘柄、まあいわゆるね、まあ、アメリカの主要なね、企業のですね、まあ、詰め合わせパックみたいなものがね、S&P500 でございます。まあ、代表的な企業ね、こちらの方にもね、挙げております。アップルやアフラック、アメリカンエクスプレスに、ウォルトディズニー、ドミノピザや IBM、インテルやコカ・コーラ、マイクロソフトやマクドナルド、ナイキ、ネットフリックス、ファイザー、ラルフローレン、そしてスターバックスにテスラ、ツイッター、まあ、こういったね、会社。まあね、これ、ごくごく一部なんですが、その他にもね、まあ、非常に有名な、ね、企業なんかね、こう、まあ、この S&P500 の中にね、入っているという形でございます。そんなね、まあ、X&P500 なんですが、実はね、ここのね、ここ数日でですね、ガクンとね、このね、株価指数がね、落ちてるんですよね。まあ、原因はいろいろと、ね、言われております。まあね、アメリカの方で金融緩和のね、引き締めがね、始まるであったりとか、あとは、どうですか？なんか中国のね、有名な、不動産投資会社がね、まあ、もしかしたら破綻するかもしれないとかっていうのでね、まあ、そういったが、危機もあってガクンと下がってるのかもしれませんが、まあ、ちょっとね、こう、ポイント運用してる方にとってはね、いやいや、これ、俺の、まあ、ポイント、私のポイント、どうなんのっていうとか
ね、気になるところだと思います。はい。というところでね、まずはね、このね、S&P500 のね、まあ株価のね、この指数というのをね、見ながらですね、まあ今後どうなるかなっていうところをね、ぜひね、まあ今、ポイントも、ポイント運用、ペンペイのね、ポイント運用している方はね、チェックしてみていただければなと思います。なかなかね、このね、ペイペイ、ごめんなさい、ペイペイボーナス運用のね、まあ今後どうなるのっていうのをね、解説しているね、動画なんかはね、あまりないかと思いますが、このね、S&P500 のね、今後どうなるのっていうのをね、解説している動画なんかはね、YouTube でも、かでもたくさんありますんで、まあその辺を見ながらですね、あ、今後ね、もしかしたらペイペイボーナスまだ下がるかもしれないなと思ったらですね、一旦で、ね、引き出してみるとか、まああとね、まだまだ、うん、今ね、一時的な下落なんで、もしかするとね、まだまだ上がるかもしれないよっていうんであれば、そのまま預けておくとか、まあその辺のね、判断してみていただければなと思います。まあ当然ながらこの辺はね、まあ個人のね、ご判断になろうかと思いますんで、まあ今後どうなるかっていうのはね、誰もわからないところなんで、まあその辺はね、うん、まあ、うん、いろいろとね、判断して、まあ、決めていただければなというふうに思います。まあ、個人的にはね、うん、まあ、もともとね、このペイペイでね、まあ、お買い物して貯まったボーナスなんでね、もともとはね、ないものと思えばですね、まあ、多少ね、減ってもね、全然いいんじゃないかなと。まあ、今ね、まあ、私個人で行くと、この9273円分のポイントに対して、まあ、1万5000円、つまりね、ここ書いて、青字になってるんですが、5700円分もね、まあ、今ね、まあ、いわゆる、まあ、うん、利益が出てるという形になっております。まあ、これがね、利益が出てるんであれば、別にね、まあ、全然いいかなと。まあ、極端な話ね、減ってもね、全然、うん、まあ、もともと、例えば9000円出してね、このポイント運用してるわけではないんで、全然いいかなというふうに思っております。なので、まあ、あと、どうなんでしょうね。まあ、世界的な、こう、ね、世界経済というのはね、当然ながら、こう、伸びていく、まあ、前提でね、進んでるかと思うんでね、2、3年ほったらかしにしてたらいつの間にかね、またね、増えてるんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ長い目でね、私の方はね、見てるかなというところでございます。はい、ということで、まあ今日はね、うん、まあそんなね、ペイペイボーナス運用のね、この下落についてね、お話をしてみました。私ね、こう、ブログの方では、このね、私自身がこれね、毎月、まあ、このね、運用してる、このペイペイボーナス運用、どうなってるの、毎月どうなってるのっていうのはね、私のね、ブログの方でもね、毎月ご紹介しておりますので、ぜひ興味ある方はね、このね、動画の概要欄の方に私のね、ブログのリンクの方を貼っておきますので、ぜひね、チェックしていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、ペイペイボーナス運用下落の原因はというお話をしてみました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。